警察と消防によりますと、昨日午後4時20分ごろ、岩国市の今津川で一緒にいた人が見えなくなったと通報がありました。消防が救助活動にあたり、一人はおよそ30分後、もう一人は1時間半後に川の中から見つかり病院に運ばれましたが、いずれも死亡が確認されました。死亡したのは岩国市に住むネパール人カンデル・キシュナさんと、 カレル・ピタンバルさんということです友人4人で川に遊びに来ていて2人が流されたということです現場は JR 岩国駅から3キロほど離れた街中を流れる川で警察で詳しいいきさつを調べています